안에 가니 티셔츠 입고 위에 오라리에 린넨 자켓 그리고 밑에는 르메르의 바지 입고 여기에 반스 신고 버버리 빈티지 코트 입고 이렇게 使用するかっていうの自分で決めなきゃいけないから何回も何回も見たりするんだよね。で見ていらない部分全部削ったりするじゃん。
だからその過程がさ一番なんだろう地道だし一番時間かかる。美味しい。うん。ちょっとまた緩くなったのかな。あ、マジで？なんかその分受け入れてるってこと？今では飲めるの？フルジュースとか。前は青。え、一回だけなの？二回とも青。二回とも青。そうしよう。そっから別日になると思うから。あ、本当だね。暑い。かわいい。わかる。私は入浴剤。あ、かわいい。なんかほこりたまるよね。それな、確かに。
こういうのがなんかもう性に好き、私。こういうなんか花瓶、色鮮やかなやつとか欲しい。あ、すごいね、ここ。いいでしょ？うん。でもなんか値段は可愛いかな。あ、これルメールのやつかな。これかわいい。ウープスもかわいいけど、なんかこぼしちゃった時にさ、ウープスじゃん。だからこれ出てきたらかわいいなって。これかわいくない？うん、めっちゃ柔らかい皮が。かわいい。うん、あ、これ、あ、これアエタだ。私このさ、アエタのボストンバッグ欲しかったんだよね。ワンサイズ上のミニボストンの S サイズとかってありますか？あと、まあ、かまいします。あ、そうなんです。これなんかめっちゃさ、いつも全部売れ切れでさ、買えない の、 青山バッグ。そうそうそう、うん、そう、青山バッグと、そうそう、似てる形状、うん、だけどちょっと違う。これはもうちょっと柔らかい感じ。でもさ、このさ、ちょっと大きいのもあって、小さいの。絶対小さいですよ。マジで？なんかちょっとした買い物。これ小さい方？小さい方だと思うよ。ベビーだもん。ベビー？ベビー。いやでも小さいので十分な気がする。スタンダード。なんかちょっと買ったみたいな時は、うん、これで十分だと思う。でしょ？うん、あのスーパーとか行くんだったらこっち、うん、大きいのだけど。え、でもスーパーこれで十分じゃない？ちょっと欲しかったから。これはピンク、そうだと思う。でも私そういう銀座とあの有楽町の境目っていうか大手町の方と、うん、そこがなんかちょっとよくわからない。バンブー、なんか本当になんかヒーリングする香りだった。오늘사온것들좀보여드릴게요이거는에이스업의바디스크럽인데요숲에온것같은그런향이나는바디스크럽이에요테스트해보고향이정말좋아가지고구매를했습니다그리고요거는스미스라고하는파점에서구입을했는데에코백이에요근데요런
스마일 모양으로 된 자그마한 에코백을 구매를 했어요. 이 스마일 모양은 아무래도 정말 너무 귀여워서 계속 사고 싶었던 거라서 발견을 해서 구매를 해봤습니다. 그리고 샤넬 얼루어 잉크 퓨전이라고 하는 립인데요. 모비 누드라는 색상을 구입을 했어요. 평소에 제가 자주 쓰는 MLBB 색상인데 마스크에도 잘 안 묻어나고 굉장히 좋다고 들어가지고 한번 구입을 해봤습니다. 이거 미드타운 히비아의 3층에 입점되어 있는 셀렉숍 같은 가게에서 린넨 키친 매트를 구입을 했어요. 크기가 그냥 일반적인 테이블보다 굉장히 위토리가 있는 느낌으로 굉장히 크기가 커서 좋은 것 같아요. 여기 이렇게 귀엽게 수가 놓여져 있어요.